え、聞いてないのに断られちゃったよ、いっちさん。え、誰誰誰、ペンネームいっちさんからいただきました。いっちさんかわいそう、かかってこいよリコリコ第1話最高でした、うん、いやそれは本当にそう、本当にそうなん、本当にそうなんだよな、そうなんです。早速お悩みなのですが、はい、以前友人に貸したアニメのブルーレイ4巻セットが3年間帰ってきています。あーもうそれはもう、そしてその友人とも疎遠になってしまったのですが、あー里と滝名のように波風立てずスマートに返してもらうにはどうしたらいいでしょうか。え、疎遠になってるのにできれば命大事に取り返したいので、いい方法があれば教えてください。ご飯行こうで、確かにね、のついでで、うん、なんかあそういえばあれ探してたんだけどもしかして貸したままだったっけみたいな、軽く、既読スルーされないかな。あ、既読スルーされたらだいぶ難航しますね。あとなんか知らないとか言われたら、あもうそんなやつそうです、ね、友達じゃないよもう知らないって言われちゃったら、なんかねこの良さを知ってほしいがために多分貸したんだろうから。そうなんですよね、きっと。だから連絡取れるなら一回連絡してみた方がいいかなって思います。なんか何もしないでね、うん、あれどうもやもやのまま終わりよりはちょっと連絡してみたらどうでしょうか、うん、一さん、ね、幸あれ。はい、一さん、うん、最初断られたけど最後幸あれで終わりましたよよかったですねということでもう一通依頼いきましょう。 OK。